からもう岡山県ごった返してんじゃないか町がって言ってルンルンで遊びに出たらもう全然人いなくて、もう全然人いなくて、いいやろ、うせうせ。その時5軒ぐらいはしごしてたんで、もしかして酔っ払ってあんま覚えてなかったかもしれない。いやでもちょっと無理だな、それ広すぎる。ピンツ、私人見知りなんですよ、めっちゃ。マタドールですか？はい。マタドールは老舗。老舗なんです。昔からある。ちょっと行ってみます？ダーツバー。いや私自己紹介してなくないですか？岡山県出身のタレントやってます、福井カンヌです。よろしくお願いします。どうしてこれを通し、そうですめっちゃ多いじゃないですか、一人来店こんなんでいいかな。いいやろ、遅っ今甲子園行くんだね。遅っ、甲子園昨日見てましたよ。おーすげー。もちろん明日から私福岡行くんですよ。阪神タイガースと福岡ソフトバンクホークス2泊3日で、はい、遊びに行くんです。どうです？いや私何回か来たことあるダーツ好きなんで、その時も生ハム頼んで、あとジビーフジャーキーとか。え、ここクラブのイベントもやってるんですか？です、毎週のように。あ、そうなんですか、はい、普段はダーツバー。そうだね。まあ、ショットバーがダーツのリアルですね。へぇー。めっちゃいい感じ。なんかちょいちょい変わってますもんね。ね。ね。なんか半年に1回か1年に1回かは私行ってるんですよ。ウラジャの打ち上げで来ました。ね、岡山の。もうそろそろでウラジャじゃないですか。ウラジャの出てる。出るんですか？逆に出ないですか？いや、もう出ないですよ。あ、もうしないよ。いや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 。バレントスで1年前にあのバレンタイン、1年半ぐらいかバレンタインの日にここにあの友達と東京の友達と遊びに来て、バレンタインだからもう岡山県ごった返してんじゃないか街が、もうみんなラブな日だからって言ってルンルンで遊びに出たら、もう全然人いなくて、もう全然人いなくて、平日の多分水曜日ぐらい、その時5軒ぐらいはしごしてたんで、もしかして酔っ払ってあんま覚えてなかったかもしれない。次の日だって二日酔いで起きれなかったです。あ、ここで一日店長やりた。いいね、いいね。それ大丈夫マジ？事務所的。事務所 OK です。あ、大丈夫。もう個人的な。はい。全然いいんじゃない？いや、でもちょっと無理だな。それ広すぎる。本当私人見知りなんですよ、めっちゃ。そう、こんなに喋って。今仕事中なんで。え？喋ってるだけだって。そうじゃない。そうじゃないですよ。そうじゃない。はい、カメラが回ったら一切オフにはならないんで。そういうの全てなるわけね。もうオフなんてもう本当に体操座りですよ、角っこで。マジ何も喋ってない。何それ、もう引きこもりなんです。引きこもりなんですよ。友達も少ないんで。あー、人気者。まあでもオフの日はゆっくりしたいってことだね。そうです。ね。今日は仕事だったんで、ね、オンでやってます。オンで。ちょっとお願いします。またドールまた来ます。はい、さよなら。あ、ちょっと待ってください。あの、カンナちゃん その活動を見たいってことはどうしたらいいですか？インスタグラムか、はい、ツイッターやってるので検索してください、はい、福井カンナで検索してください、はい、ありがとうございます。楽しんでくださいね、ビールの美味しい時期なんでね、はい、スタジアムでもがっつりね、はい、ここでもビール飲んでください、ね、はい、私のおすすめは生ハムでーす、はい、ありがとうございます。それではまたね、皆さん、はい、福井カンナちゃんをよろしくお願いします。はい、バイバイ、はい、裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。